どうも、ひろしです。今キャンプ地に向かっております。キャンプ地に向かう途中ですね、このような素晴らしい海の景色がありました。運転に気をつけながら、景色を楽しみながらキャンプ地に向かいます。トイレ休憩も兼ねて、道の駅に寄り道をしていきます。ですね、最高です。それでは買い出しをしていきます。スーパーガッツ、聞いたことがないので、多分ローカルスーパーですね。無事キャンプ場に到着しました。ご覧の通り、このキャンプ場の中にみかん畑がありまして、別料金になりますが、みかん狩りができるんです。いやー、美味しそうなみかんですね。なんとですね、この日はこのエリアにはキャンパーさんが誰もいなくて貸し切り状態でした。いや、最高です。さあ、今回持ってきたキャンプギアはですね、これですね。今から設営していきます。この日はですね、あったかいっていうよりもちょっと暑かったので、シャツ1枚で、過ごすことができました。夜も寒くなかったんですよ。さあ、設営完了です。ちょっと休憩ですね。早速ランタンに明かりを灯していきます。
このテントですね、天幕デザインの円幕 TC デラックスというテントです。このオレンジ村オートキャンプ場で初めて張ったのでちょっと時間かかりましたけど、やっぱこのテントめちゃくちゃかっこいいですね。これから焚き火を始めて飲む準備をします。お酒のおつまみはコテちゃんです。もうコテちゃん大好きなので、キャンプの時はいつもこれ買ってます。では、銀キャンに乾杯。
朝ごはんの準備です。この日もですね、もう朝からあったかかったので T シャツ1枚になりました。 T シャツ1枚でも全然大丈夫な気温です。朝ごはんはですね、前の日に買った、カップラーメンとおにぎり、そしてコーヒーですね。キャンプ場でカップラーメン食べるとめちゃくちゃ美味しいんですよ。今回もキャンプに癒されました。さあ次は、どこのキャンプにするか楽しみです。